はい、どうもこんにちは、大二郎です。今日も、海外ニュースを3本紹介していきたいと思います。1本目、 Doctor finds spider nesting inside patient's ear ということで、いやちょっとこれはね、なかなか聞くに耐えないニュースではあるんですけど、あのベトナムの話で耳に異変を感じた患者が病院に行ったところ、医者が耳の中にクモが巣を作ってるのを発見するっていうニュースですね。詳しく見ると、ベトナムの医者が耳を痛がる患者を診察したところ、生きてるクモが巣を作っているのを発見した。医者のトゥオックさんかなは、小さいライトを使うことによってクモをおびき出すことに成功したっていうことなんですけど、いやこれめちゃくちゃ気持ち悪いニュースで申し訳ないですけど、なんでそんなこと起こるんですかね。いや多分推測ですけど、なんか寝てる間にクモが耳の中に入ってそのまま巣を作っちゃったとか、まあそういうことだと思うんですけど、なんかこういうニュース聞いたらもう寝るのもちょっと怖くなりますよね。でも小さいクモが耳の中で巣を作ることってできるんですね。いやちょっとね怖いです。これから寝るときクモに気をつけようと思います。次、Chesapeake spot for $6 in 1964, valued at up to $1.3 million ということで、これね、1964年に、6ドルで買ったチェスの駒、130万ドル以上ですね。6ドルだったらね、600円ぐらいですから、それが、1億円以上の価値になったという話なんですけど、これスコットランドであった話なんですけど、なんかそのスコットランドの人が、ちょっと名前は出てないんですけど、ずっと引き出しにしまってあったチェスの駒があって、それが最近なんと1億円以上の価値があるっていうことが分かったらしいですね。でこのチェスの駒がルイス島のチェス駒っていう、なんかすごい価値のあるチェスの駒らしくて、イギリスの大英博物館にも展示されているぐらい、すごい希少価値の高い駒みたいなんですね。でもともとこのチェスの駒はノルウェーのトロンヘイムという町で12世紀から13世紀ぐらいに掘られた駒で、セイウチの牙を使ってるらしいんですけど、掘られた駒 で、その後スコットランド島のルイス島に運ばれたということで、だから今回ね、その駒がスコットランドで見つかったっていうことで、掘り出し物のニュースって夢がありますけど、よく何でも鑑定団とかでね、何百万でしたとかっていう話ありますけど、これ1億円以上になるわけですからね。いやこれ本当人生変わりますよね。でものすごい希少価値が高いんで、今後ね博物館とか書いてるのか分かんないですけど、いやなんか夢がある話でとても、いいですねっていう適当な締め方なんですけど大丈夫でしょうか。はい、次、Utah couple take new baby photos with Mustang supercharger ということで、これユタ州のカップルがマスタングのエンジン下級機、と一緒に赤ちゃんの写真を撮るっていう題名で、ちょっとどういうことかっていうと、マスタングの下級機をこれが私たちの赤ちゃんですって言って一緒に写真を撮ってるっていう話なんですね。でなんでそんなことになるかっていうと、なんかこのユタ州のカップルは早く子供を産め早く子供を産めってすごい親からプレッシャーを受けてたらしくて、それである日 Facebook に2年間待ちわびてたこの瞬間が来たっていう投稿と一緒に、この写真を撮ったっていうことですね。でもちろん、お母さんへのメッセージだったっていうことなんですけど、めちゃくちゃ面白いジョークだと思うんですけど、これリンク飛ぶとね、その写真とかが見れるんですけど、いやなんかでもこういうユーモアってすごい好きですね、僕は。なんかこういうジョークって結構アメリカにはなんか多い気がして、まあアメリカっていうか欧米にはなんかこういうね、何かに対抗するためのジョークみたいなのが多い気がしていて、すごい面白いニュースだなと思いました。まあ今日もねこんな感じで海外ニュース3本サクッとね、紹介しましたけれども、皆さんはこのニュース、どう思ったでしょうか。ぜひぜひコメント欄で教えてください。それじゃあ。